どうもまいまいです。今日は新しく発売したソーダのシングラのマステとか古川志向さんのおみくじマスキングテープを開けていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。で、今回紹介するマステなんですけど、ソーダがこれか、ソーダとピッタはひとときさんなので、これはこのグループで紹介して、あとこれが古川志向さんなので古川志向さんを次に紹介して、あとこの2つがマインドウェーブさんなのでこれで、最後に余白さんのマステを紹介していこうと思います。ではまずひとときさんのマスキングテープから見ていきましょう。で、新しいソーダなんですけど、ソーダはこれ全部で24種類新発売になりました。幅が4種類あって、10ミリと15ミリと20ミリと30ミリがあります。で、10ミリのものは新発売ですね。6種類全部発行しみたいです。で、15ミリが6種類こんな感じでラインナップがされてます。で、20ミリも6種類の、30ミリが3種類 ×2、30ミリも6種類で全部で24種類となってます。で、その中でもアデリアレトロとのコラボが4種類あります。私はアデリアのコラボは風船だけ買ってきました。で、ちなみにムービーは夫が撮ってきてくれました。私は買いに行ってなくて、夫に買いに行ってもらったので、夫が私がね、動画で紹介するって知ってるので、ムービーを撮ってきてくれました。で、人気だったのは、動画で見た感じ、この10ミリのミックスっていう発光紙の柄と、あとアデリアレトロのコラボのこの風船とトラさん、トラさんっていうズーメイトっていう柄があるんですけど、それが結構人気だったのかなと見てて思いました。これは後でノートに貼っていきます。で、キッタは新しくないですね。まあ普通の前からあった柄です。で、これはイトーヨーカドーで見つけたので、なんてことない日に買ってきました。ではキッタをノートに貼っていきたいと思います。ひとときノートに貼ってきました。で、これがミックスですね。ミックスめちゃくちゃ使いやすそうですよね。一つ一つ切り取って使っても、ラインで使っても可愛いと思います。で、次がパーティー、こんな感じ。以前のシリーズで出てたこれの光景っていうか似てますよね。これのカラフルバージョンって感じかと思います。で、次はアデリアレトロの風船、かわいいですよね。私はきっとアデリアレトロでは風船の柄が好きなんですよね。手帳も風船のを買ったので、お揃いで使っていこうかなと思います。で、ズーメイトもね、可愛かったんですけどね、もうトラさん思ってたので、うーんと思って今回は見送りました。で、最後はメッセージっていう柄ですね。これ普通にマスキングテープで見るとちょっと黒くなってて、なんじゃこりゃって思うんですけど、透明なので柄が重なって黒く見えます。貼ってみるとこんな感じ、可愛いですよね。これも一つ一つ切り離して使っていけそうな感じがします。で、ソーダなんですけど、ひとときさんのサイトを見てると、以前の柄、こういう以前出てた柄が在庫限りとなっているようなので、多分新しいソーダに切り替わっていくんじゃないかなと思います。なので、前出てたもので気になったものがあれば、今のうちに買っておくといいんじゃないかと思いました。で、ついでにキッタを紹介しておきますと、これは景色という柄ですね。白鳥さんと山と家とか花柄みたいな、ちょっと前に出てたやつで、これが初
初めて見た立派ドローイングという柄になってます。ケースも可愛い。こんな感じになってます。では次に古川志向さんのマスキングテープを見ていこうと思います。でこれは私日和のマスキングテープで箱越しなんですよね。すごいキラキラ。じゃあんまり昆虫好きじゃなくて蝶々とか買わないんですけど、これはもう蝶々じゃない、そういう模様だと思って可愛くて買いました。これは古川志向さんのサイトを見てると在庫限りみたいなので、ぜひ気になった方は早めにチェックしてみてください。で、次はこの上町コーヒー店のおみくじマスキングテープですね。これは去年も同じようなのが出てたんですよね。で、ロフトで見つけたので買ってきました。全部で5種類の柄がランダムで入ってます。何が入ってるかドキドキと言いたいところなんですけど、なんかね、お家に帰って眺めてたらちょっと透けてません？透けてる感じがして、なんとなく柄が分かっちゃったような気がします。こっちはコーヒーカップで、こっちは切手風の柄だと思うんですけど、どうだろう開けてないのでこれから開けていこうと思います。で全部可愛いのでね、全部どんなのが出てもいいかなと思ってたんですけど、個人的にはコーヒーカップとプリンとか珍しくて可愛いかなと思ってました。では開けていきましょう。多分コーヒーカップだと思ってる。これでパッケージに運勢表示があるみたい。おみくじなのでね、パッケージも可愛いですよね。じゃん、大吉だ嬉しい。やっぱりコーヒーカップでしたね。箱推しなのでキラキラで可愛いんですよね。嬉しい。ギガ大吉、ギガ大吉、これ違うのあるんですかね。ギガとか大吉じゃないやつ。よし、では2個目を開けていきましょう。2個目はじゃん、スーパー大吉。切ってからでしたね。全部いい感じのあれなのかな。後ろはこんな感じになってます。絶対かわいい。ではマスキングテープをちょっとノートに貼っていきたいと思います。貼ってきました。でこれが蝶々の柄、すごい全面金箔押しでおめでたい感じ、お正月とかにいいかなと思います。で次がおみくじの方、コーヒーカップの後ろのドットが金箔押しになってます。コーヒーカップの柄も可愛いですよね。こんな感じで、この切手風のクリームソーダの柄、縦にも使えるし横に使える柄も入ってて可愛い。背景もね、微妙に模様が違って可愛いなと思いました。次にマインドウェーブさんのマステを紹介します。これはどっちも大カット、形に沿って切り取られてるマステになります。でこっちが比較的新しいかな、水彩タッチで描かれてるレンガのマステと、これは白鳥さんのスワン、ミルトロシリーズのマステになります。ミルトロはミルキーととろけるでミルトロっていう、ちょっと垂れてるデザインになってます。では開けていきましょう。貼ってきました。レンガはこんな感じ、なんかの背景に貼るのとか使いやすそうですよね。伸ばしてみるとこんな感じで形に沿って切り取られているマステになります。これは横にも縦にも使えるマステになってます。でこっちがミルトロシリーズのスワ、こんな風に上とかに貼るだけでめちゃくちゃ可愛くなるなと思いました。次は余白さんのマステになります。余白さんのマステ買うの初めて
で、これはロルバーンメンテナンスに行った時に渋谷のロフトに寄れたんですけど、その時に見かけて買ってみました。渋谷のロフトはね、すごい品揃え豊富で、サンプルもこんな感じで見れるのですごく選びやすかったです。で、いっぱい買おうとしちゃったんですけど、1個550円ということでちょっとひよってしまい、2種類に厳選してきました。でもね、10メートル入ってるし、そんなにコスパが悪いわけではないかなと思いました。まあでもあれですよ、余白さんのマステが高いって言ってるわけじゃなくて、マスキングテープ自体にね、一般的にマスキングテープ自体に私が550円出すのはちょっとドキドキしちゃうっていう話なので、これの価値が550円と言ってるわけでは全然ないです。で、これはともしびと冬の森という柄になってます。余白さんは一人で作られているそうなので、世界観が統一されていて、どのマステも素敵でした。幻想的で繊細な感じが余白さんっぽいマステなのかなと思います。ではノートに貼っていきましょう。貼ってきました。ともしびこんな感じ、すごい薄いというか儚げな感じですね。後ろの線がかなり透けてます。で、ともしびは12月の夜のクリスマスとか雪の舞う静かな夜をイメージしたマスキングテープだそうです。色合い的にちょっとクリームソーダっぽい、なんかさくらんぼにも見えるし、なので夏のマステかなと思ったら12月のマステなんですね。白というかちょっとグレーっぽい感じの全体的な色合いになってます。で、こっちが冬の森ですね。これはチェック&ストライプさんのコラボらしいです。冬の小雪が舞う頃に晴れた寒い朝の森をお散歩してるイメージだそうです。これも色が薄めで、さりげなく使えそうなマスキングテープですね。かわいい。今日の動画は以上になります。見ていただきありがとうございました。で、私はあんまりマスキングテープをその場で買うってことはしなくて、なんかの情報でいいなと思ったものをメモして買いに行くっていう感じなんですけど、まあ、余白さんのはその場で買ったんですけど、なのであんまり衝動買いはしないタイプだと思うんですけど、またね、文具女子博とかが控えてるので買いすぎに注意しつつ、可愛い商品を買っていけたらなと思っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。